オーロラキナーゼ A、または、オーロラ A キナーゼは、人では、オルカイ電子に高度される酵素である。セリン、トレオニン、プロテインキナーゼ6という名称でも知られる。オーロラ A は、セリン、スレオニンキナーゼファミリーのメンバーである。正常な細胞増殖には、有意と分裂と、減数分裂の過程において、オーロラ A が適切に機能することが必要不可欠で、ある。 オーロラ A は一つまたは複数箇所のリン酸化によって活性化され、その活性は細胞周期の G2 期から M 期への移行時にピークに達する。オーロラキナーゼは1990年に爪ガエル全パパスの卵の CDNA のスクリーニングから同定された。発見されたキナーゼ EG2 が現在ではオーロラ A と呼ばれている。しかし、 オーロラ A の減数分裂や、有意図分裂における重要性が認識されたのは1998年になってからであった。人のゲノムには、オーロラ A、オーロラ B、オーロラ C の3つのオーロラキナーゼファミリーのメンバーが、コードされている。一方、爪ガエルゼノプス、症状バイドロサーフィラ、センチューシンオラブデュテスエレガンズのゲノムには、オーロラ A とオーロラ B のウルソロッグのみが存在する。 研究が行われているすべての種において、オーロラキナーゼは、有意と分裂の様々な段階で中心体に、極在している。ファミリーのメンバーには、高度に保存された C 末端の触媒ドメインが存在する。一方、N 末端ドメインはそのサイズや配列に、大きな多様性が存在する。オーロラ A とオーロラ B は、有意と分裂で重要な役割を果たす。オーロラ A は、 中心体の成熟や分離と関係しており、防水体の組み立てや安定性を調節している。オーロラ B は染色体パッセンジャー複合体のタンパク質で染色体分離や細胞質分裂を調節している。オーロラ C が染色体パッセンジャー複合体のタンパク質である。可能性を示唆する証拠が得られているが、その機能は未解明である。オーロラ A は G1 期の末と S 期の初めに中心体に隣接して、極在する。細胞周期が進行すると、オーロラ A の濃度は上昇し、防水体極や、そこに隣接する、防水体微小管と結合する。オーロラ A は周期まで防水体に結合したままである。優位と分裂の終了直前に、オーロラ A は、防水体の中心部 MID ゾーンと呼ばれる、領域に再極在する。 有意と分裂の間、防水体は微小管を用いて母中心体と娘中心体を結びつけるように組み立てられる。形成された防水体はその後新たな二つの娘細胞への姉妹染色体の分離を推し進める。オーロラ A は防水体が正しく形成されるために重要であり、防水体の形成に重要ないくつかの異なるタンパク質のリクルートに必要である。 こうしたオーロラ A の標的タンパク質には、中心体微小管を安定化する微小管結合タンパク質であるタックや、二極型の防水体の形成に関与するモータータンパク質であるキネシン5がある。中心体微小管の重合の基礎をなす構造であるガンマチューブリンも、オーロラ A によってリクルートされる。オーロラ A が存在しない場合、ガンマチューブリンの蓄積上は、 正常な中心体で周期に移行する前に、リクルートされる量よりも少なくなる。ガンマチューブリンが欠乏していても、細胞周期は継続されるが、中心体が完全に成熟することはなく、正常体微小管は通常よりも少なくなる。さらに、オーロラ A は、防水体が形成された後の中心体の適切な分離にも必要である。オーロラ A が存在しない場合、 その影響は、生物種に依存するが、防水体の分離が全く起こらないか、分離を開始するものの自身と再結合することとなる。前者のケースとなるツメガエルゼノプスでは、オーロラ A は、キナージェネック2と共同して中心体を結びつけている構造を解体することが示唆されている。そのため、オーロラ A が適切に発現していない場合、中心体は分離することができない。 また、オーロラ A は全中期の間の染色体の適切な組織化と整列を保障している。オーロラ A は、キネトコアと防水体微小管との相互作用に直接関与する。オーロラ A は、オーロラ B と共同してこのタスクを完了すると想定されている。オーロラ A が存在しない場合、通常は適切なキネトコア微小管間結合が、 なされた場合には消失する、まトにタンパク質が、中期の間も存在し続ける。さらに、オーロラ A は、細胞質分裂の完了に寄与し、有意と分裂の集結の調整を補助している。細胞質分裂は、親細胞の細胞質が2つの娘細胞に分割される過程である。細胞質分裂の間、母中心固定は分裂中の細胞の中央体に移動し、 中心部の微小管を中央体から放出させる。この放出によって、有意と分裂は完了する。オーロラ A が細胞質分裂を助ける正確な気候は不明であるが、有意と分裂の完了直前に中央体に最極剤化することは十分に裏付けられている。興味深いことに、ルナイによるオーロラ A の結出は、生物種や細胞種によって異なる変異体。 表現形を引き起こす。例えば、C エレガンズでのオーロラ A の結出は、中心体の分離の直後に迅速に、正常体の崩壊を引き起こす。ゼノプスでは、結出によって防水体は形成されなくなる。ドロサーフィラでは、オーロラ A を持たないハエでも、効率的な防水体形成と分離が起こるが、正常体微小感は賠償化する。こうした観察からは、オーロラ A のウルソログは、 多くの異なる種に存在しているが、その役割は類似しているもののそれぞれ少しずつ異なるものである可能性が示唆される。オーロラ A によるリン酸化はマップキナーゼキナーゼキナーゼタンパク質 MOS などのメッセンジャー RNA に対する細胞質でのポリアデニル化と翻訳を指示する。MOS はゼノプスの乱母細胞の原数分裂の完了に重要なタンパク質である。 第一減数分裂中期に先立って、オーロラ A は、MOS の合成を誘導する。MOS タンパク質は指位置を超えるまで蓄積し、その後マップ、キナーゼリン酸化カスケードの伝達を行う。このシグナルは、キナーゼ RSK を活性化し、RSK は、マイト1と結合する。RSK と複合体を形成した、マイト1は CDC2 を阻害することができなくなる。 その結果、CDC2 によって、減数分裂の開始が許可される。同様のオーロラ A 依存的過程によって、減数第1分裂から第2分裂への移行も調節されている。さらに、オーロラ A は、減数分裂の進行中にに相性の活性化パターンを示すことが観察されている。オーロラ A の活性化の変動、または位相の変化は、 p13 スクイッチ結合プロテインキナーゼとのポジティブフィードバック機構に依存している。オーロラ A の調節異常は、がんの発生頻度の高さと関係している。例えば、ある研究では、オーロラ A の過剰発言は、乳がんの新純性組織増殖の94%で見られるが、周囲の健康な組織では、オーロラ A の発言レベルは正常であることが示されている。 オーロラ A はアグレッシブな前立腺がん細胞の上皮関与転換と神経内分泌分化転換に関与していることも示されている。オーロラ A は細胞質分裂の完了に必要であるため、オーロラ A の調節以上はがんにつながる可能性がある。細胞が DNA 複製とアリ糸ト分裂を開始したものの2つの別個の細胞へ分裂することができない場合、その細胞は 正常よりも多くの染色体を含む異数体細胞となる。異数性は多くの癌性腫瘍が持つ形質である。通常はオーロラ A の発言レベルは癌抑制因子である P53 によって抑制されている。オーロラ A の遺伝子を含む染色体領域2913の変異は一般的に予後が悪いとみなされている。 肺がんに対する二つの抗がん剤を占めるチニブとロシレチニブは変異型イーグフルを遮断することによって機能し、初期には眼性腫瘍に有効であるが、腫瘍は発現パターンの変化を起こし、オーロラ A を活性化することで、再び眼性増殖を起こすようになる。2018年の研究では、イーグフルとオーロラキナーゼの双方を標的とすることで、 薬剤抵抗性腫瘍の出現が防がれることが報告されている。オーロラキナーゼーは次に上げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。